はい、入りたんですね。年利、30% とかですね、まあ、農業投資に関してですね、ご相談いただいてますね。まあ、年利がいいとかですね、半年ごと、あと、少額で可能かどうかっていうところですね。まあ、このあたり、結構聞かれること多いんですけども、まあ、農業投資っていうのはですね、まずそもそも日本でそんなに、募集がないってことですね。で、国内のものもですね、やっぱり、それなりの入りたいのも難しいってことで、やっぱり韓国とかのですね、アジアの、まあ、チェジュ島ですね、僕の方は目つけてるのは。まあ、こちらでですね、本当に特別な条件が揃ったので、僕の限られた仲間の方にですね、オファーさせていただいているという現状です。LINE の方を見てもらえばいいかなと思います。